こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本が誇る世界最高峰の救難飛行艇 US-2 だが、この US-2 インドに輸出する話も出てきているが、依然として話が進まない。もう何年前から話が上がっているかわからない。この武器輸出の話で思い出すのが、豪州に潜水艦を売り込み仏に敗れたことを思い出すだろう。今となっては仏に敗れてよかったと考える方は多いでしょう。日本の優れた潜水艦が輸出されると機密情報が漏れる可能性が高いからです。南シナ海での黒潮潜水艦でさえ見つけれない中国にかなりの印象を与えたと考えます。しかし US-2 は救難飛行艇で、かなり荒れた海でも着陸でき、救難作業ができる機体になります。しかしインドが問題視しているのはやはり価格の部分で、1機100億はかかります。高額な部分がネックとなり、輸出の話が進まないという現実があります。豪州でもこの価格の部分で潜水艦競争に敗れたのです。いいものは高額って決まっていますしね。救難飛行艇でも一切の妥協はありません。最高速度も580キロとかなりの速さがあり、あの P1 哨戒機でも980キロですから、プロペラ機では相当速いと言えます。製品の性能がどれだけ高くとも、必ずしもニーズがあるとは限らないという皮肉な境遇の見本のような存在が、日本の海上自衛隊が採用し、幾多の任務に対応してきた US-2 飛行艇と言えるだろう。2020年2月、海上自衛隊にとって累計で7機目となる US-2 飛行艇が、製造元メーカーである新明和工業から納入されたが、このわずか7機目という機体数そのものが、そうした事実を雄弁に物語っている。 US-2 飛行艇は海上自衛隊での調達価格が1機あたり約100億円と、近年量産化でかなり価格を下げることに成功してきた F-35 ライトニング2000闘機の最新ロットよりも高額な機体となっている。もちろんわずか7機の製造数では量産効果による価格低減に期待できないことは想像に難くないが、この US-2 飛行艇の輸出先として浮上していた最有力候補のインドにとっても最大のネックのようだ。この US-2 飛行艇をめぐるインドへの輸出交渉は2013年頃から始まっており、2018年には日印のメーカー間での技術合意の成立が伝えられたものの、その後の続報はなく暗礁に乗り上げている。性能では確実に下だとは言うものの、US-2 飛行艇よりも1機約25億円ほども安価なジェットエンジン搭載のロシア製 B-200 飛行艇の存在もあり、
まだまだ経済的に厳しいインドに決断は難しそうだ。思えばオーストラリア海軍の次期潜水艦をめぐる入札でも、海上自衛隊が採用している操縦型潜水艦を輸出するという計画が持ち上がったが、やはり受注には至らず、賛否両論の声が聞かれた。結果としては、そもそも海上自衛隊が現在最も警戒する仮想敵国たる中国との関係性が緊密に過ぎるオーストラリアに輸出しなくて正解だったと見る向きが多数のようだが、 US-2 飛行艇はどうであろう。中国と対峙する姿勢のインドという構図から見れば、個人的には日本政府が一部代金を負担してでも、今後ますます人口の増えるインドとの連携を密にする政治判断もありかとも感じる。何にせよ中国を人口で抜くことが予想されるインドは国土の面積も広大なので、 US-2 飛行艇の長大な航続距離約4700キロをもってしても日本とは比較にならない機体数を導入する可能性を秘めている。それだけ自然災害などの緊急事態への対応への用途も高いと考えられるので、ぜひとも日本政府には今以上に有効な働きかけを行ってもらいたいものだ。さて、話が前後するが、US-2 飛行艇は全長 33.25m、全幅 33.15m、最高速度時速約 580km を誇る大型の水陸両用機であり、戦時中の世界最大規模の飛行艇、通称錦台艇の流れを組む。この錦台艇、正式名称を錦飛行艇といい、現在の US-2 飛行艇を製造する新明和工業の前身となった会社、川西航空機が手掛けたものであり、その技術力の高さは、当時も世界の先端を行くものと言えた。戦後 GHQ による航空機製造の規制から、一時期のブランクはあったものの、川西航空機は新明和工業となり、先の錦台艇のノウハウを生かした対潜用と救難用の飛行艇を製作し、これが US-2 飛行艇につながった。US-2 飛行艇は対潜用を考慮しない救助専用機として企画され、実に時速 90km という超低速での飛行も可能なことから、海上捜索用途にも適した機体として、広い領海を持つ日本にマッチした。この超低速飛行能力は救助だけではなく、洋上のパトロール任務にも適してたものとなっているため、現在のような敵の正規軍相手ではない、非対称戦用にも応用できる。ニーズがあるとも考えられている。しかし、2007年から運用を始めた US-2 飛行艇も、いずれは耐用年数を迎えることが明らかであり、
そうなった場合でも、日本のみのこれまでのような採用機体数で新型機を開発できるのかが問題となるだろう。これまで積み重ねられてきたノウハウ、技術の上に今の US-2 飛行艇の性能があるとはいうものの、メーカーである新明和工業だけにこうしたリスクを押し付けるようなことがあってはならないと思える。すでに US-2 飛行艇が採用される段階でも、アメリカ軍が採用している V-22 オスプレイが比較対象とされていたこともあり、その時点より熟成が進んだ同機に性能面、コスト面でかなわない恐れもある。US-2 飛行艇の最大のセールスポイントに荒れた天候の海でも波の高さ3メートルまでは着水可能という優れた特性があるが、こうした性能を多少ダウンさせてでも廉価版を準備して量産化を図るべきかもしれない。2019年11月には防衛装備庁が US-2 飛行艇の更新に向けた技術検討益務を示しており、これには従来の US-2 飛行艇の開発ノウハウを持つ新明和工業しか該当する企業はないと見受けられる。これが何を意図しているのかは続報を待つ他にはないが、新明和工業を中心とした後継機開発となるであろうことは間違いなさそうだ。